愛知県体育館は愛知県名古屋市中区二の丸にある県立の総合体育施設。命名権導入により2018年からドルフィンズアリーナの名称が使用されている。名古屋城の旧二の丸ごてに後に位置する。スポーツだけでなくイベント、さらにはいくつかの大学の入学式などにも使用される。コンサートに使用されることもあるが、後に 名古屋市総合体育館を使用する事例が多くなり、現在では、当館が使用されることは稀である。大相撲七月場所は、1958年から1964年まで、開催されていた名古屋市金山体育館より、当体育館の完成により、1965年から、開催場所が移転し、名古屋の夏の風物詩として親しまれている。 また、相撲以外にもプロボクシング、プロレスリングの工業でも使われており、タイトルマッチが開催される。B リーグ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズのホームアリーナでもある。スコアボードは、AM、A 名ダイヤモンドビジョンを吊るしている。ドルフィンズアリーナの表示2018年3月に、ネーミングライツパートナーが、名古屋ダイヤモンドドルフィンズの運営会社である、名古屋ダイヤモンド,ドルフィンズ株式会社に決定し、 2018年4月1日から、ドルフィンズアリーナの名称が使用されることとなった。期間は2021年3月31日までの3年間。同名称は2021年4月1日から2024年3月31日まで3年間使用される。なお、施設命名権の運用にあたって、大相撲名古屋場所を主催する日本相撲協会は、 ドルフィンズアリーナのように命名権名称の後ろに、括弧書きで正式名称を併記しているほか、新日本プロレスや、読売新聞のスポーツ面は逆に、愛知県体育館のように、正式名称の後ろに括弧書きで命名権名称を、表記している。大相撲名古屋場所を生中継する NHK は、取材、制作の基本姿勢を示した。 NHK 放送ガイドラインにおいて命名権に基づく名称について企業名などを除いた施設名が定着している場合には企業名などを除いた名称を使うこともあるとしており本場所の会場を企業名などを除いた施設名が定着している場合とみなし正式名称の愛知県体育館のみを表記している一方 ドルフィンズのホームゲームを含むその他のスポーツ中継ではドルフィンズアリーナの命名権による名称を使用している。衛星ー図1964年9月に春行。1966年に第七回 BCS 賞を受賞。名古屋市が進める名古屋城の整備計画で名古屋城の史跡としてふさわしくするため、かつて この場所にあった、急にの丸五店や馬場などの施設の復元、整備を推進することを目的として、愛知県体育館の移転を検討していることが明らかになった。しかし、移転候補地であった国家公務員宿舎跡地には、市内の大学法人の移転計画が持ち上がったため、白紙となった。2017年6月、大村秀明愛知県知事は、 アジア競技大会を開催する2026年までに、愛知県体育館を国際競技大会を開催するにふさわしい、スケールアップした施設とすることが必要として増床新築移転することを決断。名城公園北園を移転有力候補地とし、現体育館の改修は最低限に止めて、大相撲名古屋場所などのイベントについては、支障なく開催し、 新体育館の完成後には移行できるようにする。これに関連して、同年6月22日に名古屋市会本会議にて民進党議員から発せられた愛知県体育館の整備計画などについての質問に対して市の担当者が新たな移転候補地として名城公園北園を挙げ、整備に 前向きな姿勢を持っていることを答弁し、河村隆名古屋市長も歓迎する意思を示した。愛知県は、現在地から800メートル北の、名城公園北園内の野球場に移転新築する基本計画を発表。延べ床面積は、約4300平方メートルで、メインアリーナに、最大15000人の観客を収容できる見通し。また、 メインアリーナの天井には、大型映像装置を設置し、コンサートなどで活用できるようにする。2022年度に着工し、2025年4月の利用開始を目指している。2026年のアジア競技大会の会場になる予定。完成すれば、両国国技館、有明アリーナや横浜アリーナなどに並ぶ規模となる。大村秀明愛知県知事は、 1>, 1万人規模の施設が都心にあるのは計り知れないアドバンテージ。日本を代表するスポーツアリーナになると確信している。と語った。新体育館は熊健吾が設計し、前田建設工業、NTT ドコモやアイなどで構成する愛知スマートアレーナグループが運営を担当予定。ありがとうございます。